鬼は人だ。人は鬼を恐れ愛おしく思う。鬼は人を懐かしみ愛おしく思う。お父ちゃんの言ってた通りだ。ワクワクするのに吐きそう。いすず、真城が鬼を研究していた時と今は違う。鬼は人と相入れない存在だ。真城も鬼の里に入って結局帰らぬ人となった。鬼の里に人は立ち入らない方がいいんだ。ねえ、英治のおじちゃん、お父ちゃんって頑固だったんでしょ。なんだ急に。真城は信じられないくらい頑固者で、信じられないくらい正直者だったわよ。香織、お前なんで来たんだ。見送りぐらいします。ねえねえ、二人ともよく聞いてね。私ね、そのお父ちゃんの娘なんだよ。いすず、真城も今のあんたみたいな目をして鬼の里に入っていったの。私はお前の父親との約束がある。それを守らなくちゃいけない。もうあんなことは二度とごめんだ。じゃあなんで、なんでここまで連れてきてくれたの。お前は止めても行くだろう。お父ちゃんの娘だからね。それに知ってた？私研究者としては天才なんだよ。よく知ってるよ。真城もあいつも天才だった。だから心配なんだよ。天才はバカだからな。いいか、危なくなったら必ず信号を送ること。昔と違って科学は進歩してるからな。ちゃんと我々の元に届く。信号がなくても1週間、音沙汰がない場合は即時鬼の里に派遣部隊を送るからな。英治のおじちゃん、ありがとね。真城が鬼の里に行くって言った時、英治すごい剣幕で怒ったのよ。あの風貌でしょ。それこそあっちの人みたいな勢いでさ。英治、あの時のこと後悔してるみたい。もうあんなこと起こしたくない。その一点張りで長官にまでなったのよ。分かってるよ。香織さんもありがとね。真城、あんたが守りなさいよ。言葉が話せない、通じない、すごいな。赤鬼とも青鬼とも違う。悠長にメモなんかしてる場合かよ。こちらな、怨念の塊みたいなもんだ。怨念？ああ、どうせだったらこれちゃんと書いとけよ。こちらな、怨念の化け物だ。俺たちみたいにこの里に入って死んでしまった者のなれの果てだ。俺たちのことが恨めしいんだろうな。なるほど、恨めしいか。退路の目印がなくなっていたのもこいつらの仕業かな。どうだろうな。どれきはっ、聞いていない。聞いてないわけじゃない。念が強すぎるんだ。生に対する執着か、はたまた死んだことへの後悔か。だったらこんなとこ来てんじゃねえって話だけどな。書いておく。ありがとうよ。こりゃ参ったな。随分と里の奥に来てしまったようだ。外と連絡も取れやしない。これ参った。それにしてもやはり研究では知り得ないことがたくさんだ。赤鬼と青鬼、それだけじゃない、白い鬼までいるんだ。白い鬼は喋れないから残念だ。吉備津彦は隣で大いびきをかいて寝ている。そりゃそうだ。奥に行くにつれ白い鬼は増えて、襲われる回数も増えてきた。もうここが外からどれくらい離れているかはわからない。方角はもちろんわからない。もう一つ大きな問題がある。私が死んだ後この手記をどうやって外に伝えるか。こりゃ参ったなあ。吉備津彦、こんなことに巻き込んで本当にすまない。家業の方は誰か継ぐ者はいるのか。いるぞ。優秀な弟子たちがな。二代目はそいつらに継いでもらうとするか。おい、これ書いとけよ。わかった。町田さん、後悔とかないのか。
ないな。鬼の研究をして鬼の里に入って確信したよ。やっぱり鬼は愛おしい。鬼の里は美しい場所だ。赤鬼も青鬼も愉快だ。まあ強いて言うなら、これを多くの人に届けることができなかったってことかな。それと娘を一人残してきたのは本当に申し訳ない気持ちだ。後のことはエイジと香織に託してあるからきっと大丈夫なんだろうけど、それでもやっぱり申し訳ないよ。だったら強く願え。その娘さんのこともお前の伝えたかったこの里のこともな。そしたらきっと念としてここに残んだろ。なるほど。祀られ祀られ歌方の畳の覚えが美しむかや。吉備津彦が白い鬼のことをアッキと呼んだ。白い姿なのにアッキ、生にすがりついて災いを起こすからこいつは悪だと。多分私もアッキになる気がする。この手記を外に伝えたい。アッキや赤鬼と青鬼は仲が悪いというより、アッキが受け入れられていない感じだ。そりゃそうだ。鬼たちからしたら人に害はなす同士、厄介この上ない。そんな鬼たちも里の教会では寂しそうな目をするんだ。懐かしむように、慈しむように人里を見るんだ。よし、吐き気も止まってきた。ワクワクだ。祟られ祀られ歌方の形見の覚えが美しぶかや。行ってきまーす。We'll be right back.
しょ。おー、ヤミ子、相手は人だよ。そりゃ行くっしょ。グググイと行くっしょ。で、ヤミ子の方は。ああ、そんなに怖がることないのにね。あちしたちはこんなに可愛い青鬼ちゃんなのにな。イエーイ、この声。怖がらなくて大丈夫じゃ。安心安全だからな。落ち着きなされ。無理でしょ、クソでかいじゃん、長いし。人間ってのは臆病だな。別に取って食いやしねえよな。笑顔がうさんくさい。おお、いっぺん言ってみやがれ、この野郎。早き飛行にストップ。ダメだこれ、囲まれた。でも私の目的は鬼と話すことだし、お父ちゃんも青鬼となら話せるって書いてあるし。安心していいよ、あんたは大丈夫だよ。何がですか。なんで邪魔されちゃう。というか、なんでそんなに落ち着いていられるんじゃ。そうだ、俺の笑顔をけなしたんだぞ、こいつは。いや、そこじゃないんだ。見てくれよ、この笑顔。どう思います。さんくさい。許さねえ。うわぁ、おのつのずーっと。おさぁ、見てください、おさ。人を捕らえることに成功しました。ご苦労様。あんた鬼に会うの初めて。見るのも会うのもこれが初めてだと思う、多分。そうかそうか、よーく見てください。私たちが青鬼だ。青鬼、え、これで穏やかな方なの。お父ちゃんどういう感性してんだよ。赤鬼に比べたらってことじゃないか。ほら、あいつら粗暴だからな。怖がらせているようじゃお前たちも大差ないぞ。勝手に怖がっただけですよ。だいたいこいつは俺の笑顔をうさんくさいとか気色悪いとか気持ち悪いとか。大丈夫じゃ、早き。お主の笑顔は100万ドルじゃ。ひこしー。え、お前はここに何しに来たんだ。ぐっすりでいい、落ち着いて話せ。座れ。私は鬼とお話をしに来ました。鬼を知りたいって思って一人この里に来ました。お父ちゃんも探しに来ました。お父ちゃんを探しに。私のお父ちゃんも鬼を研究していたんです。鬼の里に入って帰ってこなくなりました。私たちに先に会えてよかったな。赤鬼に会ってたら今頃大変だったぞ。鬼に会うの初めてって言ってたよね。どう。ちょっと怖いですけど、でも私はそんな鬼のことを知りたいんです。だって、おい、おめえら、そいつをこっちに渡してもらおうか。そいつをこっちによこしてくんねえかな。奪ってどうすんの。手に入れてから考える。さすがの関西ボーブリに踊らんぞ。おいんだよ、リシコ。あいつ人だよな。ああ、間違いないよな。ああ、俺さ、人と仲良くなりたいんだ。あ、おいお前、こっちに来いよ。お前じゃないよ。はじめまして、鬼の研究をしています、イスズって言います。うわっ。あの、皆さんでお話するのはどうかな。エリ、却下。見てわかんないの、仲良くないのっていうか、なんていうんだっけ、こういうの、ケンケンの中だっけ。それを言うなら、ケンケンの中だな、見分け。勉強頑張ろうな。夏目、おかえり。うっせ、デカブツ。お前、デカブツってお前。で、イスズだったか。人里から帰ってくる途中に鬼の里に入っていくあんたを見たんだけど、これまた複雑な状況というか、いつも通りというか。あんた、また人里に行ったわけ。やめてくんない。私たちまで怖がられてるでしょ。別に怖がるようなことしてねえぞ、見てるだけだしよ。あんた、自分の胴体分かってますか。でかいんですよ。そんなのがぶーっと突っ立ってたら普通に怖いんですよ。あ、大丈夫だよ。俺たちの笑顔は純真無垢そのものだなあ、はや。お前の笑顔と一緒に住んだデカブツ。デカブツってお前、こんなおれ。おい、青沙さんよ、こいつこっちに渡してくんねえか。その呼び方やめろ。残念だけど渡すわけにはいかない。あの、分かった、先に青鬼さんと話します。その後に赤鬼さんと話す。どうかな。無理、却下。私たち赤鬼は思い立ったら即行動。我慢はしない。ない。できない。ない。それだけない。じゃあいつもと同じだな。今回
いはどっちが勝つか楽しみだ。あ、いすずちゃんだっけか。自分の身は自分で守れよ。一応気をつけるけどよ。何やりどうすんの。喧嘩すんの。え、いそれだ。何してんのかもわかんねえクソアッキどもよ。この赤鬼の豊雲様が成敗してくれるわ。喧
かしてんだ。二人ともやめ。なんだ。おいおめえら、見てねえで助けろって。はいはい。はい。あれ、よく戻ったわ。あ、さすりと一緒に逃がしたよ。お、もう結果ここまでな。オッケー、じゃあ私たちは鬼の勝ちってことで。行くぞみんな。待って、何ですか。